やっちゃうよ。マイクロです。今日もやっていくんですけれども、今日はね、アメリカのチームのね、トライブゲーミングっていう、多分みんなが知ってる人はその B ラットとかですかね、 B ラットとか、あとは、オックサレートも結構有名な人たちがいて、そのチームとコノスがね、さっき練習試合をして、そのまあ全部のリプレイを解説ってやると結構時間がかかっちゃうんでね、まあ、三河さんのリプレイとか、まあ、見たい人もいるかもしれないんですけれども、今日はね僕の、シングルスかね、とりあえずやったのでそこをね見ていただきたいなと思います。ということで、このオクサレートっていう人と、この人めっちゃ強くて結構ね活躍してるっすね。でこの人と、でもこの人一回全部スケラ3連投してきたんで、とりあえず最後のなんかキングオブヒル、3人出て BO1 でなんか勝ち抜きしてくやつあるじゃないですか。それやったんで、とりあえずそれのねリプ解説していきたいなと思います。まあいっか、これとこれゴレ対決なんで、この解説やって次にスケラのやつをやって、次にあの宮内先生やろうかな。とりあえず俺も割と、なんだろう、ゴレは結構苦手意識、ゴレとかジャイは苦手意識があるんですけど、このなんだろう、墓石があることによってね、結構俺はもう本当にゴレ初心者なんですけど、それでもなんか頭を使えば頑張って使えるぐらいにはいるんで、やっぱ墓石がめんどくさいんで、墓石とメガゴを溶かすために、まあベビドラを出していくと。まあここでケツゴレかな。相手は墓石も切ったんで、ちょっと俺の方が有利かなって感じで、これで相手が何をつけるかなって考えてて、ベビドラも切ったんで、ね、ちょっとこのダクネがめんどくさかったんですけど、まあ、とりあえず俺的にはプリンスとダクネがあって、結構ゴレを溶かすには、ゴレを溶かせるユニットが2体いるっていうところで、ここは攻撃にポイズンを打っていき、墓石とねダクネ含めて、でこれで、トルネをね後から出していって、あ、トルネなしかな、これはなしか、 OKOK。で、ホバが前に出てくるんで、ここで確かメガゴ当てたかな。うん。OK。で、まあ、トントンと。トン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 ですね。で、ここで、ケツからダクネを出して、前にバーンってゴレをつけるか、なんだっけ、墓石を出してからゴレをつけるか、ゴレをケツゴレするかもやって、墓石をとりあえず出しましたね。大体これポイズン打ちにくいんですよね。そう。なんでゴレを出すのもなんなんで、とりあえずで俺が先にゴレを出して、まあ2位ぐらいアドを取った状態ですかね。まあここ待ち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 で進めていく感じですね。うん。とりあえずダクネをつけていって、この時にね、まだ相手のスペルが分かんなくて、確かライトニングかポイズンが分かんなかったんですよね。相手も隠してたのか分かんないですけど、全然打たなかったんですよ。でここは墓石がまあ来たとて、この範囲内に入るんでポイズン打っていき、ここでねメガゴ、でここで一回防衛して、俺墓石置いて防衛してからこれ出したらよかったんですけど、ここでねちょっと勝ち急いでゴレ出しちゃったんですよ、ね、これがあんま良くなかった。でこのベビドラもちゃんと裏のなんだろう、ダクネとかあのメガゴリに当たるように出せればよかったんですけどね、ちょっと甘えた位置に出しちゃって、ベビドラも。でまあここから、まあでもベビドラがね、ベビドラ無双始まり、後ろからダクネを出していき、うん、ベビドラ無双ですね。でまあこのポイズン打たれたとて、とてですね、メガゴとかプリンスとかね全部防衛して、でここも、ここはゴレかめっちゃ迷ったけど、とりあえずねベビドラでダクネを処理してから、ここで前に始まり後ですね、ドゥーン。これ全部ホバとメガゴのタギをゴレで据えたんで美味しかったですね。でこれも相手がミスって、まあ言うて丸太当てたとて、このホイキャ通って GG でしたね。はーい、ということで、まあとりあえずこれと、あと下の方でゴレもやったんで、こっちにするかな、ホグ30しかな。この人勝ち抜き、次のやつもゴレ対決なんで、次は普通に BO3 やって、これは1勝1敗の時の状態の最後のやつ。この人スケラ3連投してきて、まさかねやってくると思わなかったんですけど、でちなみにこれバンはバンアリでやってて、ね、ちゃんとロイホグと、あとなんだっけな、なんだっけ、ラバ、ラババン、
相手がロイフグバンしてきて俺がラババンしたって感じですね。まあそんな感じですね。言うて俺ラバ捕まらないんでね、で使われたら鬱陶しいんで、相手はロイフグバンしたから今この方の三重四ロイフが いっぱい入ってるじゃないですか。なんで、まあ、ロイフグバンしたら相手は飛んでくるなんて思わないだろうなってことにして、ロイフグの枠をホグにして三重四ホグをやりましたね。これ追い越せると思ったんですけどね、1マス強制できてなくて飛ばなかったですね、ホグが。で、これトルネ間に合わねえだろうと思って出したんですけど、言うてまあまあ間に合ったっすね。まあ3発入ったんで、まあいいかなって感じですね。ここは殴ってからスケ。OK。まあ落ち着きポイントですね。で、ここは結構4ぐらい取ってますね。ケツからアイゴレかな。アイゴレ出していって、ゴーストつけて、チューン。出していって、まあ相手ね、取れないんで、確かここ30しかな。うん。チチチュン左に2かな、多分。そうですね。で、大体こっちポイズン出していくけど、ゴーストのプランも、一応、あと右側の対処もしなきゃいけないんで、ここでまた墓石が、壊せて、で、ホグにトルネを使わなきゃいけなくて、次の、また次の回転の三重子が生きるっていう、今めちゃくちゃいいサイクルですね。なんかめっちゃアウトられてる。まあこんな感じで。とりあえずアイゴレを切っていき、ゴースト出していき、で、また、ポイズンしかないんで、サンドシ、まあ、ベビーザラ食らっちゃったんですけどね、言えて、まあ、ポイズンだから同じだったかな、みたいな感じですけど。で、これでまた墓石をゴーストで壊し、相手防ぐのかな、これ。言うても時間でね、崩れるんで。あー、で、これ、パイを外したんです、これ。やべーっつって、超頑張って防衛したんです、これ。ゴースト出して、マルタ出して、まあいい感じにできたっちゃできたっすね、処理。ベビドラ結構入るかだなと思ったんで、真下にハンター打って、バーン。で、溶かしていくと。相手はトルネ攻撃にトルネ使ったんで、ここはアイゴレホグですからね、確か。そう。で、これ、まあ、マルタもね、墓石の回転考えてなくて、墓石2周目回ってたっすね。これは俺が悪かった。ファイブ打って。このファイブ打つにしてももうちょい早めでよかったっすね。これ8枚、そうアイスウィズ後ろから切ったんで8枚に出していって、墓石をまた切らざるを得なくて30勝ここで出していき、トルネがこれでね1枚無理やり合いできて30勝来る気配がしたんで、相手はなんでないと切るべきタイミングじゃないところで切って、トルネをネクストのトルネを持ってきた感じです。ここで丸太で1回下げてからスケ、これスケ固まっちゃってね、悪かったですね、このスケ受け。相手は左の方で結構苦戦してたんで、エリアではだいぶ取れたっすね、このスケラで。これもトルネでまとめられるんですけど、言うてもトルネ使ったらアイスゴレホグが刺さるんで、これ一回ゴースト前に出していって、で6襟でアイゴレホグ、6襟でアイゴレホグしてねえし、これで墓石壊してからか、墓石壊してから墓石がないタイミングでアイゴレホグ、ちゃんと考えてますね、この時今の俺より考えてますね。はい、ここでどうしようかなーっつって困った時の三重子、安定感やばいですね、これ。相手はポイズン打てないんで速攻で三助出していき、この三助でねめっちゃスケラ守るって感じですね。この三重子に対してポイズン打たなきゃいけないんで、今の位置に助け出したらポイズン打たれたとてですね。で、ここで確か足前でハンターで削ってアイゴレしてホークからファイブ打ってからか、で、あれ、端前、端から3マスしか離れてないんで、あそこマスケ届くんで、これ30出して、まあ、トルネ使われたとて美味しいんで、ホグ。よいしょ。で、まあ、これ、時間稼ぎしていき、まあ、どっちかがね、絶対通るっていう感じですね。グッドゲームという感じで、まあね、結構いい感じに立ち回れたんじゃないかなと思います。はい、ということで、次はね、ラスト。最後の、ペッカバルーン、あ、違う、相手のメガナイトバルーン対ペッカですね。
まあこれは相手が俺が5レ2連投して相手が多分ね3連投するって呼んでなんか5レ対策してくると思ったんで、まあペッカミラーにも強いペッカマジャちゃんを出して、まあね多分俺の予想では相手がペッカなんだろうペッカ優の工場とかで来ると思ったんですけど、割とね予想外のデッキで、まあ言うて予想しようがないですけどね、メガナイトバルーンとか、こうメガナイトバルーン来るだろうなとか思わないですからね、普通に考えて。こうメガナイト振ってきて、あい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 、勝った勝ったと思ってね、正直。で、こうペッカ出していって、メガゴ後ろから、メガゴの方を先殴ろうとしたんですけどね、バルーンに行っちゃって。で、このアイスピード美味しく、メガゴにタゲが変わり、ここもね、2発、メガゴが殴って、1発で済むと。こうなって、で、相手は襟ないんで、4襟で、4襟じゃないか、6襟ぐらい、ちょっと考えてね、左のサイドに工場を出していって、ガイーンって感じで。で相手また襟がないんでこっちに出していったけど穴掘りがギリ間に合うって感じですね。でここでとりあえず橋前マジアチでどっちかのサイド削ろうかなと思ったんですけど、まあステイ、まあステイで両サイド対応していき、これでどうしようかなと思ったんですけど、言うて相手ペッカ処理できるカードないんで、まあ、逆サイ来たとてマジアチと、まあバルーン来たら逆サイメガナイト来ることはここ分かってたんで、来たらマジアシャだけで、バルーンが来たらメガゴンも足そうかなと思って、マジアシャだけ足して、そう。で、これ早く出しすぎると、間違えてその、こうやってメガナイト構えてからマジアシャ出しても、ボーンって、マジアシャに飛んじゃったりするんで、そこだけ慎重にやりましたね。結構ここでダメージ食らっちゃったんですけど、言うても相手その処理するユニットがね、そんないないんでね。で、ここでメガゴを後出ししていって、ね、仕上がり。でこのあれは無視ですね、穴掘りは穴掘り無視してもう両サイドがっぽりいこうかなと思って、よいしょ。でスケで回していき、マジアチャシュパシュパシュパリのシュパリの神様で、よいしょ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 っつって、でこれ絶対メガないとくるんでペッカ待って、はいはいペッカと。左サイドポイズンで削るんですけど、どっちにしようかなーって、この時。ポイズン出してもいいんだけど、できたら右のサイド落としたいんで、とりあえずゴーストで牽制していき、あっちをポイズンかな、こっちを。こっちのサイズを落としたらもう勝ち確定なんで、でこれでマジアチャで削って、ザップ圏内まで持ってきたかったんですけどね、ギリ、ザップ56なんで、とりあえずマジアチャを延命していき、まあまあ、ここで、あれ、ザップで削れねえなって頑張ってポイズン回してたんで、まあ、勝ちっちゃ勝ちです。ここでバルーン来るけど時間が足りなくてジージーという感じで、まあデッキ読みもうまくいって結構いい感じだったかなって感じですね。まあアメリカはこのトライブゲーミングっていうチームなんですけど、めっちゃね今4勝4敗かななんですけど、本当中身この強い選手ばっか詰まっててマジでなんか層がチームなんでね。まあ試合結果もコノスが勝ったのかな確か。で、まあ、ええ感じやなという感じのリップ解説動画ですね。まあ次の動画は多分まあそんな感じで、まあわからない人もいるかもしれないんでね、いっぱい俺だけでも多分6試合ぐらいやったんですけど、3試合3試合ぐらいに分けて2回ぐらいの動画で解説しようとしたんですけど、もしかしたらねあんまわからない人もいるかもしれないんで、まあ1本でいいかなって感じですね。で6000トロもね6500いって結構順調な感じで、まあでもマルチの動画っつってもデッキが俺一つ今はもう一つに絞って使ってるんで、ずっと同じ機会になってね、前の動画のコメントでもまた同じ機会みたいなのあったんで、ちょっとね、ちょっと控えて6600ぐらいいったらまた出そうかなと思ってます。ということで、まあ、そうですね、まあ、今週、来週か、来週にまた試合とか控えてるんでね、頑張っていきたいなと思ってます。ということで、チャンネル登録と、高評価お願いします。ということでね、毎日2本投稿してるんで、ぜひ見てください。ということで、今日はこれで見て、お疲れ様でした。